写真拡大。阪神がさらなる投打の新外国人獲得を目指していることが16日分かった。谷本治球団本部長55が明かした。対談が決定的となっているジョンソン、ドリスに代わるセットアッパーに加え、もう一人の野手の獲得も示唆。近日中に障害担当が渡航する予定で、シーズン前としては球団史上最多の外国人8人体制で臨む可能性が出てきた。まだまだ補強を進めていく。14日に左の大砲をボア、15日に先発候補右腕ガンケルの獲得を発表した阪神。編成トップの谷本球団本部長はまだ終わっていないですと、さらなる新外国人獲得を画策していることを明かした。今オフの阪神はこれまでにマルテ、ガルシア、旅飛行青の残留が確定。新助っ人としてボア、ガンケルの獲得が正式に決まった。またソフトバンクを今季限りで退団した右腕スアレスの獲得発表も間近と見られる。メジャー流出が決定的となっているジョンソン、対談が濃厚なドリスに関してはどちらも結論は出ていないと谷本本部長は話す。一方でまず間違いなく抑えのところ、抑えというかリリーバーのところが埋まっていないと思うのでと補強ポイントを明言。今季の救援陣を支えた2人が不在になる状況を念頭に置き、スアレスとは別のセットアッパー候補の補強に動いているという。さらに打者の獲得も目指す方針があるかを問われた同本部長は、そうですねとも一人野手を補強する考えがあることを示唆。この日、ボアの契約などを終えて帰国した三宅国際部長に代わり、近日中に別の障害担当が海を渡ることも明かした。すでに残留、新入団が確定及び決定的な6人に加え、投打の2人が加われば、投手5人、野手3人となる。球団では史上最多の外国人8人体制でシーズンインを迎えることになる。油断していたらファームだよという明確なメッセージですと谷本本部長。一軍外国人枠4人をめぐるチーム内競争を激化することで常に緊張感を持たせる。フロントは可能な限りの準備をして来季2年目を迎える矢野阪神の優勝をサポートしていく。